こんにちは、ジョニーです。今日は資産運用をする上で結局どこからどれぐらいの金額費やしていけばいいのかっていうのを、簡単にご説明していきたいと思います。あくまでこれ僕の考えなので、いろんな考えがもちろんあって構わないですし、相場によってもちろん成果っていうのは変わってくるんで、皆さん、この動画見ていただいたら、ご自身で考えていただいて、自己責任で投資についてはやっていただければなと思ってます。この動画を何で撮ろうかと思ったかっていうと、一つは毎月と毎営業日で購入する投資信託の成果がどうなのかっていうご質問、あとは資産運用の手段としてのふるさと納税が今後どう考えておくべきかっていうことで、もう一つはポイントなどまでを考慮した高いパフォーマンスっていうのを、どう考えておくべきかっていうのもあって整理をしてみました。で、これが結論にいきなりなってしまうんですけど、一つ目がふるさと納税の枠を使い切る、これちょっとご説明必要ですけどね。で、2個目、イデコの枠を使い切る。で、3つ目、ニーサの枠を使い切る。4つ目、楽天証券の楽天カード枠を使い切る。で、5番目、楽天証券のポイント投資でプラス1倍のポイントを得る、権利を得る。で、6番目、資金管理をしつつ普通に積み立て投資。7番目、短期資金で相場を乗り切る。こんな感じで、上から順々に、優先順位にこれなってるんで、余裕資金がある分を上からちょこっとずつ埋めていくみたいな感じのイメージです。簡単にちょっと一つ一つご説明していきますね。で、一つ目がふるさと納税の枠を使い切るっていう話で、ふるさと納税は節税にもならないですし利益も出ないです。なので興味がない方はやらない方がいいと思うんですけど、ふるさと納税の返礼品でもともと必要としているものだったり生活必需品だったりっていうものがもらえるんだとしたら、これはかなりお得なので、まずはこの枠を使うっていうのがいいかなと思います。年額にするとかなり少ないので、投資対象としてはあまり意味がないかもしれないですね。シミュレーターがだいたいふるさと納税サイトにあるんで、これ楽天のページのサイトが載ってますけど、年収500万独身で扶養家族いないみたいなパターンだと寄付上限額の目安は63,075円になるんですね。で、この分の、来年払う住民税、この63,000円分を今年払うみたいな感じなので、全く得はないんですけど、もし自分が必要としているものを返礼品として取り扱っている自治体があった場合、おおよそ3割の価値に相当する返礼品っていうのを用意してもらえている可能性があるんで、お得ですよっていう感じですね。なので、これはあくまで見つけられたら最も効率が良い投資先になるかなと思ってます。で、2番目がイデコの枠を使い切る。で、これ人によっていくら投資できるか、拠出できるかっていうのは違うんで確認してもらいたいんですけど、僕の場合ですね、会社が確定拠出年金イデコをやっていない普通の会社員の場合ですけど、毎月23,000円、276,000円を年間で拠出することができますと。で、これによって、この節税額も目安ですけど、一番左のパターンでいくと、83,900円分、節税ができるので、これもかなりお得な制度になってます。で、この表もそうなんですけど、この下に書いてあるリンク先、これ SBI 証券のイデコの紹介ページになりますけど、ここで、かなり詳しくどれぐらいお得なのかっていうのが書いてあるんで、そちらを見ていただけるといいんじゃないかなと思います。で、これが276,000円、これ僕の場合ですけどね。で、次が NISA の枠を使い切る。 NISA には積立 NISA と、通常の NISA、昔からやってる NISA っていうのがあって、この年間40万と年間120万、で最長20年間と最長 5年間、非課税期間、それぞれ違うんですね。今後長期的には積立 NISA がおそらくスタンダードな NISA になっていきます。 NISA はおそらく2023年まで、多分終了するんじゃないかな、おそらく。今僕はこの右の NISA 毎年120万までっていうのを利用してるんですけど、ただですね、多分もし安定的な利益が出るような商品に投資をしているんであれば、積立 NISA の方がメリットは大きい気がします。で、もしですよ、NISA で5年間毎年 2% ずつ増えるような商品に投資をしていた場合、この1年間で投資したこの120万に対して
まあ、5年後12万円分ぐらいの利益が出るんで、まあ、それが非課税になります。で、積立 NISA の場合金額ちっちゃいんですけど、この40万円に対して今後20年間 2% ずつ増える、まあ、これ複利効果も効くんで実は結構大きくって、40万円だったのが、まあ、60万円弱19万円ぐらいの利益になるんですけど、まあ、それが非課税になりますと。なので、まあ、今からやる方は基本的には積立 NISA で複利効果を生かして、まあ、利益を出すっていうのがおすすめかなと思います。で、なのでこれで年間40万円で、次はですね、楽天証券の楽天カード枠を使い切るっていう、まあ、これも結構なんかせこせこした方法ばっかりで大変恐縮なんですけど、楽天カード決済ができるんですよ、投資信託買うときに。で、これが実は結構大きいなと思ってて、 1% 分のポイントがもらえるんで、年間毎月5万円、年間60万円が限度なんで、6000円のポイントが自動でもらえる。まあ皆さんわかると思うんですけど、結構その景気良かったり悪かったりっていうのがあって、1年間の利益って、まあ、結構波があるんですね。すごいいい時は 10%、20% 増えますし、悪い時は本当にマイナスになる。だけど、この 1% は絶対変わんないんですよ、そういう意味でいくと。なので、確実に、まあ利益ではないんですけど、結局ポイントでもらえるんで、そのポイントはただの生活費で当てられるだけでしかないような気がしますけど、このポイントがもらえるっていうのは、実は非常に効率が良い。確実に 1% ゲットできる。ので、楽天証券の楽天カード枠っていうのを使い切るっていうのが、ここのタイミングで出てきますと。で、まあ、これ、右側に楽天証券のサイトが出てるんで、まあ、ここを見ていただくとわかると思います。で、これで6000ポイントゲットできると。さらになんかちょっと本当に節約方法みたいな話ばっかりで大変恐縮なんですけど、楽天証券のポイント通してプラス1倍のポイントっていうのがゲットできます。プラス1倍っていうのは何かっていうと、楽天市場で買い物した金額の 1% 分がポイントとして返ってきます。で、これ1ポイントでもポイント投資で使ってれば、その月の楽天市場で買い物した金額の 1% 分がもらえるんで、まあ、これ本当に全然難しくない。僕はこれの権利を得るためだけに1ポイントと残り499円を楽天証券で投資信託を毎月購入してます。で、ポイント投資についてはこの右側にあるようなページが用意されていて、非常に分かりやすい。で、 URL も貼ってあるんで、ちょっと見ていただけるといいと思います。まあ、これはどれぐらい楽天市場でお買い物をしているかによってリターンの額が変わってくるんで、まあ、これは本当は必要じゃない人は必要じゃないと思いますね。その後に資金管理をしつつ、普通に積み立て投資ってことで、ポイントは短期資金を残しつつ、トルコスト平均法で毎営業日または毎月買い付けを行うっていうのが良いと思ってます。で、長期的な景気サイクルを見越してキャッシュポジションを調整するっていうことにちょこっとトライしてるんですけど、あんまりうまくいってないですね。なので、そんなにしなくてもいいのかなと思ってます。今って2008年かのリーマンショック以降、ずっと10年間景気が良くなっている、まあ、景気が良くなっているっていうことのちょっと定義かなり曖昧なんですけど、まあ、株価っていう観点でいくと10年間ずっと上がり続けている。アメリカの株価とかって最高値付近にいるじゃないですか。これって結構長いんですよ、景気のサイクルとしては。10年とかずっと長く高値を更新し続けるみたいなケースっていうのは過去歴史上あんまりなくて、まあ、それゆえにキャッシュポジションを実はかなり多めに増しちゃってるんですけど、まあ、案外下がらないということがあったりとかして、まあ、もしかすると、まあ、長期的な視点で見ていても相場を予測するっていうのは難しいんで、今ここに書いてあるような長期的な景気サイクルを見越してキャッシュポジションを調整っていうのは、まあ、やる必要がないのかもしれないと思ってます。ただ最初に書いてある方は重要で、この短期資金っていうのは次でお話ししますけど、さまざまなシーンで有効に役立てることができます。まあ、これ資料に出ているのは SBI 証券の積み立て投資に関するページが出ています。 SBI 証券だと毎営業日で購入することもできます。まあ、ご質問でいただいていた毎月と毎営業日で購入する投資信託の成果がどう変わってくるのかっていうご質問を以前にいただいたんですけど、ちょっとね、やっぱね、あんま変わんないみたいですね。理論的には毎営業日の方がリスクは少ない。毎月だとだいたい設定するときに
1日にするのか何日にするのかって設定するんですよ。まあ、結構上がったり下がったりするじゃないですか。去年の12月とかだと本当に月初だったらいいけど月末だとすごい安いみたいな。でいつ購入するって設定するかによって、まあ、やっぱりそういう意味ではリスクがあるので前営業日をおすすめしてるんですけど、どうもね調べてみると、まあ、やっぱり短期的には 0.01% とかで差が出る。いやもっと短期だともうちょっと大きく差が出るかな。1年2年とかのデータを使って調べてみたところ 0.01% とかしか差が出てないんですね。この下にリンク貼ってありますけど、ここを調べて見ていただくと分かるんですけど、毎日毎営業日と毎週と毎月でそれぞれ比較をしてくれていて、これやっぱり長期で見ても 0.01% とか 0.02% とかしかパフォーマンスに差が出てないっぽいんですよね。なので、まあ、SBI 証券を使っていれば毎営業日で購入することをお勧めしますけど、まあ、そうではない毎営業日購入ができないところであれば普通に毎月購入でも決してパフォーマンスに大きく違いが出るわけではないとご理解いただいた方がいいかなと思ってます。一番最後のポイントが結構大きいかなと思っていて、短期資金で相場を乗り切る、で一定のキャッシュを持っといた方がいいってことですね。簡単に言うと、例えばですけど昨年末にあったような急落相場に対応するための短期資金を確保して買いや場合によっては売りで対処するっていうのをお勧めします。でこれまあ2つ意味があってですね、1つは純粋に、まあ、短期的に利益を出すっていうことが1つ、もう1つはそういう資金を持っているっていうことで精神的な安心っていうのを保てると思います。これ実感としてあるので分かるんですけど、なんか余剰資金が全然ないみたいな状況になると結構精神的に落ち着かない、そういう状況に陥りがちなので、まあ、個人的にはそうですね、まあ、どんなに投資をしていたとしても証券口座の3割ぐらいの金額は短期勝負のために取っておきたいかなと僕は思ってます。まあ、ただこれ難しいっちゃ難しいですけどね。昨年末みたいな事象はすごい分かりやすかったんですよ。ボリンジャーバンドとかで見たときに本当に数年に一度とかしか起きないマイナス3シグマみたいなサインが出ていたので、そういう局面では買いに行くっていうのが非常にやりやすかったんですけど、まあ、そんなに起こるものではないですね。ただそんなに起こるわけではないところでそういう資金を投入できると非常に高い確率で利益を出すことができたりするんで、この短期資金っていうのは非常に重要だと思います。で、まあ、そんな感じでですね、ちょっと一回最初の方に戻りますけど、ふるさと納税の枠を使い切ると、人によって金額違うんでふるさと納税サイトで金額出してみましょうと、イデコの枠を使い切る、まあ、これが27万6千円とかですね、まあ、僕の場合ですけど、で NISA の枠を使い切る、まあ、これが40万円分で、まあ、これで、まあ、大体70万円分ぐらいですよね。で楽天証券の楽天カード枠を使い切る、これが60万円分あるんで130万とかそんな感じかな年間で。楽天証券のポイント投資、まあ、これは1ヶ月500円とかそんなもんなんで6000円なんで、まあ、あんまり関係ないですけど、まあ、ここまででだいたい130万とか140万とか、まあ、ふるさと納税の金額によって全然違いますけど、まあ、そんな感じで、それに加えてまだ1年間で投資する余裕がまだあるよっていう人は普通に投資信託を積み立てで買ってもらう、まあ、これが月5万円とかだったりするとさらに60万円、でこうするともう年間200万じゃないですか。年間200万資産を増やせる投資できる人ってそうなかなかいないと思うので、まあ、普通の人たちサラリーマンだったら多分この辺で十分で、短期資金もちろん確保しておけば安心して投資できると思うんで、まあ、こんな感じで十分じゃないかなと思います。なんか本当になんか自営業とかですごい結構お金稼いでて資産運用する金額のパイが年間300万とかあったりとかすると、なんかこういう枠組みで収まらないので、ちょっと別のものを用意しないといけない気がするんですけど、多分ね、ほとんどの人は、まあ、こういう使い道、資産運用の方法だけで、まあ、ほぼ全ての資金っていうのは使い切れる、投資しなければいけない範囲の金額を使うことは可能じゃないかなと思ってます。
まとめですけど、感情で相場が動くし流されるので、資金管理をしっかりして精神的な余裕を持って資産運用をやっていると、まあ、20年後にはいい感じになっていると思いますという感じです。もし今日の動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。